さあ、ということで、今日始めていくんですけれども、はい、今日もともとゲストがね、はい、来る予定だったんですが、そうです、ちょっと諸事情で、はい、遅れておりますので、はい、まあそれはゲストが来た時にお話をしようと思うんですけど、はい、まあまあまあ、ちょっとね、ゲスト来るまで私たちでトークをつないでいきたいと思います。そうですね。よろしくお願いいたします。はい、さあ、では、1曲目参りましょう。夜な夜なウィークエンダーズで君とドライオース。はい、このコーナーはおすすめしたいもの、おすすめしたい人、おすすめしたいことなどをおすすめするコーナーでございます。さあ、ということで、はい、今日のゲスト、やっとね、到着しました。イエーイ、もうすごいね、うん、もう新千歳から多分渋滞にはまって、はい、人を送れたんだと思うんですけど、なるほど、それ大変でした。本日のゲスト、ロビーさんです。お願いします。いやー、寒いですね。寒いでしょ、北海道。本当に寒いのよ。季節っていうか、いや、本当に遅刻してまずは申し訳ないっていう。いやいやいや、とんでもない、とんでもない。初手でね。やっぱりね、北海道で雪降るとね、飛行機とか遅延しちゃうから。1週間前と違いますから、路面状況。そう。本当にだって、直人さん、僕にさっき LINE くれて、おかげで気づいてこれたけど。そうね。一応ね、気遣いっていうか、車で向かうの知ってるから。路面溶けてると思うけど気をつけてっていう、その大人もそれをくれたじゃないですか。そうね。で、僕も気をつけていこうと思って、うん、中道、まあでも遅刻してるから、うんうんうん、そういうので中道攻めたって、うん、本当に普通に事故かもしれない。普通で、なんかマズカートみたいな。いや、そう、微妙なのしましたよ、俺。うわーって思って、なんかと思って大通り、いや、俺じゃないと。うわ、俺のミスじゃないって。マジでブラックアイスパンで。中通りはね、溶けちゃって滑るね、逆に。これでも南郷通りとか、中心の、ね、大通りは割と溶けてるでしょ。そうですね。中道を選んだ僕が悪いところですか。そうですね。うわ、ちょっと待って、中道は春来ますね。いや、春の3ヶ月は冬眠させてる。春でいいの。いや、うちらは別にいいんだけど。出たくても熱抑えるんだ。本当にね、今日は本当に申し訳ないんですけど、はい、私がね、時間を伝えるの間違えてしまった問題がありまして。あ、もうそういうのも全然ネタにしていきます。あ、ネタになると思ったら面白いです。はい、めっちゃ怒ってる。めっちゃ怒ってる。めっちゃ怒ってるね。いや、でも、それで言ったら、それで言ったら、ここです。そもそもね、出たいって、また出たいからって言ってくれたから、うん、じゃあぜひ出てって、いつでもいいよ、いつでも来ていいからって言ったけど、全然また来たいってさ、逆オファーがないから、いや、どうしようかなって、で、イベントがね、控えてるんですよね、一応ね、今月、ね、2回ぐらいイベントをやる。あ、そうなんだ。ね、で、4回。あ、4回か。めちゃめちゃもう飛ぶ鳥を落とす勢いで、自分が押しそうでやってるんだけど、そんだけ告知あるんだもんさ、来りゃいいのに全然来んから、いつ来るって、来週来るって言って、で、先週のラジオ終わった後ぐらいかな、声かけて、で、じゃあいついつにしようって話した時に、この番組9時からなんですよ。9時から10時までの1時間生でやってるんですけど、私が何時に来たらいいですかって聞かれたから、9時45分に来て。9時45分、放送の15分終わる15分前に来てみたいな LINE をしてることに気づいて、それに2人とも気づかず、あ、9時そんなもんだなって思って、そういうもんだろう、そういうもんだろう。ゲストってね、その番組ゲストってまるっと出ることがないから、だからやっぱりノートさんって言ってもすごく距離感っていうか、やっぱり読めないなっていうか、違う言い方なんですけど、すごい、それは怒ってんのかな、これは。だから、ね、怒ったな。結局ね、招いてくださったけど、トラップトラップ存分に最初からトラップ違う、トラップも身内すら騙す、トラップトラップじゃないんだよ、これ事故なのよ、マジで。敵技の時にはみたいなやつ、血で言ってるじゃないですか。事故だ、マジで血で言ってるから。僕事故ね、2年間でもらわれたのと、もらったのと、もらったのと数少ない事故だから、それはもう申し訳ないで許していただきたい。なるほど。だから、何の話でしたっけ。
押す押すおすすめしたいってことは、そのおすすめしたいことを話してもらったんだけど、はいはい、今日話してもらっていいですか。はい、もちろんです、ね、すごい。おすすめしたいことは、はい、ズバリですよ、うん、もう今飛ぶ鳥を落とす勢いの、うん、高橋直子さんです。俺かい。おお、ちょっと待って待って、ラブスパの番組で俺を押したところですか。僕押すよ。何の価値もないけど今日押しに来たんだから押しに来たんですよ。嬉しい、嬉しいな。これ永久アーカイブだな。そしたらいや、ちゃんと録画されてるよ、ね。まあ、ちゃんと僕は自分で YouTube で上げてバズなんて撮ってるんですけど、メンバーから一切押されないからね。うん、だからこそ、の本音はちょっと早い、深い話を、あの、感情は。他の、なんか俺がやっぱ外部に行った時とかは、うん、まあいい意味でチヤホヤしてもらえることがあるけど、本当に内部はね、殺伐としてね。いや、殺伐はダメでしょ。リスペクトのね、意を感じないの。いいんだよ、それでも。そういうのでいいんだけど、たまにはさ、あ、やっぱこうだね、みたいなさ、褒めがあってもいいんだけど、本校寄って分かりもんじゃないみたいな。ラブスパイスの劇団の中の関係性のアメトムチが成立してる。だからナオトさんがちょっとの違うぐらいしたらもう、ほら随乗っちゃうから。そうだ、だって僕あのちょうど聞いたんですよ、昨日。何？ナオトさんの噂。え、何？噂？噂というか、まあ、尖ってた時期っていうか、誰？ナオトさんがどこまで、うん、このお二人がどれぐらい前から知り合いか知らないけど、うん、まあ、とある人にナオトさんに軽い気持ちで、うん、お前のか何かのことを尋ねるって言ったら、なんか、まあ、すごい大事なところを教えてもらって。いや、そんな、ちょっと俺が、あれ、俺をおすすめするけど落とそうとしてない。いや、落とそうとしてないですよ。腐すつもりじゃないですよ。あ、ほんとに。はい、よかった。でも、なんか事実、なんか、とんがってたんですよ。だから、とがってたんだから、表現してほしい、そのこと。だから、お笑いじゃなくて、なんとかね、みたいな。なんか、すごい大事なところをやってるけど、お笑いじゃなくて、なんかお笑いじゃなかったんですよ、できない。なんかね、うん、要はあのリスナー側ですよ、これやってない人たち、うん、表現者、うん、お客さんたちの目線でやってる人たちってすごいですよね。あ、やってる人からしたら、はい、そうじゃん、はい、あるじゃん。でも、普通はそう言わないじゃん。だって土俵が違う。そうね。いや、そうですよね、僕もそう思います。僕はいいですよ、うん、その時のさんは、いや、芸術だからね、あ、俺たちの芸術だからね。言っちゃった。誰？ちょっと、情報ですねって言ったら、いや、芸術だからね。違う、情報源ちょっと連れてこいって。誰が？いや、これは確かなソースなんで、ね。誰が言うんですか？はい、で本人は忘れてるんですよ。僕もそういう、あの、ブラックワードいっぱい入ってきたから。言ってない、言った記憶ないね。恥ずかしいですよね、うん。芸術なんて。芸術なんて。なんでじゃない、芸術だからね。だからね。だから、あれ、俺そんな深い話する友達いないな。だから友達じゃないのにそれを払っちゃってるぐらいの声ですよ、とがりが。あんま当たる人には。誰なんだろう。おいおい、オラついてた頃だったんですか。俺はあのいろんな意味で演劇っていうのはすごいするけどね。やっぱりやってる側として、なんかこうやっぱり反映してほしいの気持ちはあるんだけど、その身内が喜ぶ芝居やっちゃ一般の人見ないから。俺がそうだったから、見ない人だったから分かんない。一般の人が見たいと思うレベル感 の、 その作品というかさ、ものと、そのコアな人が好きなもの。でもコアなものが好きなのってやっぱ流行るまでが時間かかりすぎる。まあそうですね、耐久、忍耐力必要ですね。そう、それでいて演劇ってさ、映像とかで手に入れれることがほぼない。札幌の芝居は特に生ですよね。すぐに変える場所もないしさ、ってなったら広まりようがないから、短いならないですよね、うん、だったらもうちょっと、まあ、コアな部分入っててもいいけど、一般認知しやすいなんか物語とか、うん、やっぱりやった方がいいのに、まあ、見に行く芝居、見に行く芝居、いろんなのがやっぱりジャンルとしてあるんだけど、うわ、こういうもったいないやり方するんだとか思っちゃう。まあ、なんかそれはバンドシーンにも同じようなことを言うよく分かる。そうね、なんか見ててもどかしいっていうか、そうそうそう、やれば跳ねる可能性いっぱいあるんだなっていうのは、人を見てると思うから、自分は新しいことしようと思っていろいろやってますけど、できれば自分が先にやってて、うん、みんなを見つけばなって、うん、そうやってよってやっていけばいい。だからね、バンドもすればできるから、ね、演劇も芸術だからね。トコさんってどう言ったの、ね、今言ったの、ね、今いじるとこよ。
そういうとこダメ。だから今とかですよ、ね、ゲストにダメ出すから熱いですよ。熱いって言うの間違ったんですよ。フリーとして俺すごいパスを温めてさ、いやだとしたらシュート打つのそこじゃないんですよ。だとしたらタイミング違ったんですよ。なんで早い早い早かった。そうじゃん、本当申し訳ない。いやそんな、だからそんな直樹さんを僕は押してる。芝居やってねえから押してるんですよ。押してるの本当に。なぜならガパオライスが美味しい。そこ関係ねえよ。だから再開したんでしょ。そこ関係ない。イベントに飯作ってくれて、まあ大人が喜ぶ。12月28日に、はい、ポップジェルのイベントをやりまして、はい、まあ、約1年半越しの野望をね、のスタートなんで、これゴールじゃないですね、始まりなんですけど、このスタートにふさわしい夜食を直人さんにお願いしちゃったんで、ね、そうね、依頼をいただいたから、ハイパーメディアクリエイターです。なんだろうね、俺何屋さんなのか、本当にメディアでもないじゃん。そう、飯作っちゃって。そう、美味しかったし。美味しいの怖いよ。美味しいでしょ、めちゃめちゃ美味しいでしょ。あれが美味しくないっていうやつは人形です。美味しいの人形。やっぱ俺もガパオライスっていうのをやっぱり食べ尽くしてきたから、いろんな場所で。まあ、大きいんだよな。なんですかね。ちょっとなしましょマスクしてます。いろんなとこ食べてきてないよ、いっぱいね。食べて食べ尽くして、もう日本じゃ食べきれないから、海外のね、本場行って食べてる。ガチですか、それは。ガチですか。そう、ガチよ。どこの国の美味しかった、参考にしたいやつ、うん、自分の中に取り入れたら。チャイラ。いや、ごめんなさい。いつに聞いただけさ、本当に。今のところはね、うちのメリットも慣れてるから、あ、慣れてる割にはすごいっすよ。いや、違う、俺のボケをいい意味でスルーして膨らませてくれるけど、あそこで突っ込んだらスルーして膨らませてる。俺スルーパスしてるから今、ずっとで、あ、お前海外行ったことねえだろ。あ、そっかで終わる。いや、だからいちいち俺真面目に確認してるけど行ったことあるよって。そんなところのテープどこまで行くのか。早いのよ。早いんだ。早い。ごめんなさい、ツッコミヒストリー。ちょっと早かったね。あ、ちょっと我慢しよう。うん。もうちょっと待ってくれ。まだだって僕部外者。完全にグループしてるから2人。いや結局してないね。その直人さんこうくれくれなんですよ。結局褒めてほしい。ああ、まあ。褒め伸びる。うん。けども誰も褒め伸ばさない。っていう褒めと環境なんだろうと思うから。どうする。いや、褒めるべきところで褒める一応、ね、褒めてるつもり。褒めるところ褒めるけど、足りてない。すごいもっと欲しい。多分、1割は褒めるけど、9割はけなす。そうね、うん、それはあえて伸びしろに期待してる。そうやっぱりね、ってことはほら、いい話でしょ。全然良くない。なんて褒められ栄養が欲しい。外部からも、そうなんか仕事とかはさ、もうそういう関係じゃん。仕事っていう関係性の中での話だから、褒められる褒められないを別に求めないんだけど、やっぱり内部の仲間やん。内部の仲間やんか。内部やっぱりそこはライフですよね。ライフね、人生と言って、うん、もう良くも悪くも褒めてほしいよね。まあ、良くも悪くも褒めるってのはなんか、まあ、やっぱりそういうところ得意なんだなとか、かまってくれと、見てくれと、かまってくれ、見てくれというか、仕事くださいってね。でも、やっぱり何言うかさ、いいよいいよってやっぱ言ってくれんとさ、広まらないじゃない、外に。でも、俺の言ってることもさ、ツイッターとかつぶやいてもさ、リツイートされないから、仲間から。意外とね。でも、そういうの結構大切だと思うね。うちから情報出していく。あ、ここ強いチームなんだって見え方になるから、そうここ結託してるんだってなったら、さらに客同士が混ざり合うのが僕は理想なんですよ。異文化交流で。そうだって、もうこの世界の楽しみなんで、広がるだけで良さしかないですね。それを聞くかどうかですよ。そのお金払うかですよ。そう知るだけで情報を出してそのフックがないんです。ないですよね。だから狭いなと思う。そう、同業から、まあ、身内の人たちがいるけど、ツイートもしてくれる。多分システム上見えてないのもあるんですよ。
ツイッターで漏れてる、ね、最近のツイッターはね、なんか過去のフィードを出してきやがるからさ、うん、あれ最新ツイートに切り替えて自分でやらないとおすすめが出るから、ね、自分が最近いいねした人のばっかり繰り返して出るアルゴリズムだから、うん、そこは使い手側の設定だけど、まあそんな普通の人は、ただね、昔からだから、そこはツイッターのアルゴリズムはそんな変更されたことには危機感はなくて、うん、ただみんなが、あ、そうそうですね、そうやらないとか媒体の例です、まあまあ興味がないって言ったらないけどそういう興味じゃないよね、そういう興味じゃないよね、追っかけないっていう興味要素じゃないから、だからまあやっててもあいつも通りやってんなって見られて、うん、終わっちゃうから、うん、そこじゃないんだよなって思って、まあでもやっぱりガパオライスはうまい、俺もガパオライスはうまい、うん、そうだね、タイと言ったらやっぱサガットですよねタイガーファストツーアッパカストツーの話ここでキャッまあそうだね、トラ年ですね、タイガーチェッアッパカトラ年じゃないの、トラ年じゃないです、もう終わりましたトラ年ねそうそう、動物ならがトラっていうだけです、だ水出しコーヒーも美味しいから、いやコーヒー出そうとしてたっていうのを僕初めて知りましたからね、あ、本当？うん、多分大丈夫ですけど、あのお茶はお茶でセンブリ茶をあの小西さんがジミニーが出してくれるので、うん、あ、そうなんですか、だからフードだけって思ってたから、うん、そしたら バキバキにコーヒーの写真まで上げてるから、あ、この人って思いながら、あ、いや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 、だ誰かとぶつかるとか、そのライブ会場的にやっぱりワンドリンクシステムがあるから、そうですね、なんかね、あんまりいい感じじゃないから、一応そこは許可取ってて、さすがに野村さん優しくて、あのアルコールじゃなければいいよ、うん、あ、いいよ、ソフトドリンクの前だったらかぶってなきゃいいよって人、あ、ほんと、まあ、じゃあアイスコーヒーだったらどっち選ぶか自由だ、そうね、水出しコーヒーはないからちょっとアイスってね、氷ですからね、直訳したら、そうそうそうそこまでいかないよ、うん、アイスコーヒーはね、どっちかというとこう、そう、薄いのよ、うん、俺のやつは氷のカプチーノみたいな飲み方したんですよ、で、どの針ですか、俺たちって、俺たちって言ったね、言ったことられて、うん、してる、大丈夫ですか、俺たちのコーヒー、俺たちのコーヒー、俺たちの水出しコーヒー、俺たちの共同作業で産んでるみたいなイメージ、おかしいな、手伝ってない俺の水出しコーヒーは濃さが売りだから、少ない量を濃く飲む、で濃く飲んでいく中でやっぱ氷ちょっと薄まっていく様がまたうまいんでね、最初濃いけどやっぱ氷で薄まっててちょっと薄くなったのを飲んで飽きないけど、ね、まあ、確かに仕事終わりの日が人が多いですよ、28は多分、うんうん、と思ってお父さんで来てほしいと思って7時からスタートしてまして、うん、でまあでももう最後の駆け込み仕事だったり、うん、まあ大掃除とか僕が勤めてた経験上に、うん、ってなってくると、まあ解放感と疲れがありますよね、そうね、1年分のってなったらほっとしたい、うん、でもライブは見たい、うん、だから決めたいと、うん、ガツンと来たいと、うん、ってなった時にセンブリ茶でまずは整えますと、ファイナルがで、アルコールなんかいいんですよ、アルコール眠くなるから、そうね、センブリ茶なんか目覚めるものってコーヒーだな、そうだねと思ったんでいいなと思ったけど、リアルな話しちゃうと、うん、コーヒーゼリーの方がいいかもしれないですね、コーヒーゼリーは考えてる、うん、コーヒーゼリーで固形飲食で徹底したいんじゃないですか、今回はあのコーヒーで被ったらあれだから全部と思って、いや別に許可取れるんですよ、寂しいなあ、そういう感じだ、水俺たちの水出しコーヒーだから、いやいやいや、コーヒーゼリー、コーヒーゼリーね、だって美味しかったから、コーヒーゼリーいただいたから、考えてんだけど、カップが見つからなくて、だってカップ自分で作ってたじゃないですか、全然自作で、いやいや、ラジオで僕の YouTube に証拠残ってますよ、いや、ガラス瓶とかさ、ちょっと大変だから、これは間に合うのかなって思ってるけど、もうあと2週間だから、プラカップでいいサイズで、あんまり高い値段にしたくないから、コーヒーゼリーとか、まあ、景品というか、まあ、300円以下でコーヒーゼリー出せないかなっていうのを考えると、やっぱり濃く作ったりとかすると、いいカップのサイズがなくて、それはね、探してるけど、あんまり個数作ってもさ、まあ、正直狙い部がメインだから売れない可能性もあるから、まあ、限定で 10個でも多分多いかなぐらいな、確かに、そんなかな、だって僕で10個は食べる食うねそんなに食ってくる、一回で終わる旅嬉しい、嬉しい、お外
スピーカーの上に飾っといて振動で落とすプル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 ってずっとプルプルプルって光発射何個作ろうか作るぞ全然10ぐらい、うん、まあでもいいか出たり在庫出るよねまあそうだねパッソールドっていう売名工事ね10だったっていうのはもう今聞いてる人にはもう分かってくるかもしれないまあ10だよねそうだから水出しコーヒーもともと10杯ぐらいかな用意してるのでじゃあもし売り切れなかったらこれ言ったら嬉しそうなのそう、一番面白い9までいったのに1個も売れるかもしれないソールドアイスの看板作ってきたのにみたいなそうガバンライスだったら怪しいからね、うん、誰が作ったのしか分かんないオチになりますシステムとかやろうと思ったちょっとこうディスプレイはおしゃれにしようかなと思ったけど薄暗いんですかねだからファッションさせるようなそうだね DIY 俺ちょっと LED のベースとかあるんですけどそうだはいそうそう今ライブ中はもう見てないあ、ちょっと大丈夫です意外とあっちの方が明るいってステージより明るいとかなっちゃうごめんねそこ申し訳ないみんな散ってねあんまり覚えてないなってうん、そうじゃないわ後ろを抱え合ってる不思議と逆光出してたんだよな、ね、転換の時とかも見えちゃう丸見えですよあそこまあちょっとそんな直人さんが皆さんのさほら来場者の胃袋をから、ね、あのお買いに行ってくれるという環境がゼロっていうところでもあるそうですね西村先生はツイッターとか全部でこっちは均等に行ってるんで、はい、よかったらてか待ちてくれよかなと思います。ぜひ、はい、いらしてください。いや告知の時間じゃないよ。おすすめする時間だから。いやおすすめだった。ちょっともう時間とかおすすめだ。時間が時間だから、はい、とりあえずもうね曲行かずに、うん、もう次のコーナー行っちゃおうかな。はい、あとりあえずあのトークテーマこの番組一応あるんでトークテーマ、はい、行きましょう。はい。やってみたけど自分には合わなかったもの。ああ、人間だメトロねこれ YouTube でもやってますねそうさらっとここはい、はい、この BGM の中でこんだけ喋る人見たことない初めて東京事変のメトロっていうのって、うん、セカンドかな最後の人だったああそういうことか気になっちゃったね曲がねあーそうかそうかそれは申し訳ないです、うん、嬉しかった嬉しかった得点も言っていいですかどうぞやってみたけどまあ合わなかったもの自分には合わなかったことだらけですけどここはもうねまずはロビーに聞きたいね、うん、ロビーさんなんかすごい授業やってていやいやいやたくさんの授業やってるやってみたけど合わなかったでしょはい授業はいいんですよ別に未来だからこれからなんでいいんですけど、うん、過去でっていうことで言ったら、うん、見たけど合わなかったあーと集団競技ですね集団競技野球サッカーとか、まあ、球技、まあ、あとバトルスポーツ基本 VS スポーツ基本 VS スポーツいや基本ではねゴルフとかあるじゃないですか要は自分との戦いは好きなんですよはい、はい、アーチェリーとか例えばショットガンですよああはい自分クレー相手がいないじゃない結局、うん、実は全員平等で、うん、ゴルフとかは自然と自分が球を打てない相手がいるかとか、うん、それ自分の球道系が好きで、こう追い止める、求める系直接的にこうぶつかるのは苦手そこで力散らすっていうのは見てる方がいいなって思ってたんですけどへー、そうなんですそれは中1の時にバスケット部に在籍をしてうんでそれが人生唯一のスポーツ経験なんですけど、うん、中1の夏休みでドロップアウトしてますへー、そうなんだ早い、まあ、幽霊部員だった幽霊とも言わないんですよね地に足がついてるっていうか、うんみんなあの完全にそれこそねスラムダンクあスラムダンクなんですけど、ねうん、めっちゃ楽しいらしいんですけど、うん、映画実はで、うん、スラムダンクの影響でみんなやっぱり、うん、部活終わったらみんな家で読むみたいなもうすごいそうだねすごいんですよ うちのバス、ね、中学のバスケ部も結構強かったっぽくて当時から強い系譜があったからみんなやっぱそのこれ読んでマインドから打ち込むべしみたいな、うんでうんで、アンチだったんですよスラダンスラダンを、うん、なぜか当時の自分は、うん、なんかわかんないけど、うん、で、
なのにバスケやってた理由は、うん、多分唯一なんですけど、うん、ダイエットと思ってた。太ってたの？そう、小5から小6にかけて太ってた。それまでアドバンテージとしてた足が速いっていう状況もなくなる、うん、勉強はできない、うん、女の子も取られた、うん、絶望だったんですよ。取られた、いたんだ。いた、5、6年の時です。自己嫌悪。あと家族が夜な夜ななんか、うん、我が家からデブが出るぞみたいな、うん、どうするみたいな会議みたいなのに引いてしょうがないよね。そう、うん、なんで俺を混ぜないんだと、うん、会議嫌じゃん、ボコボコ言われて、うん、なんで奮起してよしバスケやるよ、うん、サッカーは無理だし、うん、あんな人数いるし、うん、でかい1試合長いし、うん、無理じゃん、バラソンしながらさ頭使って蹴って。そうだね、難しいよね。できてキーパーなんですよ、うん、で野球も小学校の時友達の付き合いでライトを1回守ったんですよ、うん、だけなんで、うん、ミルセンっていうかパワープロ君ポケットしかやってないみたいな。なのでバスケやったんですよね。ビジュアル的にもかっこいいなっていう。まあそうだね、なんかバスケ部ってかっこいいイメージ、ね、なんかね、ね、なんかちょっと大人な感じだったんですよ。小学校の時バスケなくて、ドッジボールかサッカーはあったんですけど、うん、でもサッカーってハイソックスバスケって思ってたんですよ。いや、ルッキズムって申し訳ない。違う、違うんだよね、違う。衣装とかマジで。あ、ハイソックスじゃないと、ハイソックスじゃないと、スネが守られないから。あ、そういう感じでしょ。だからそんなところに僕は行かない。っていう話で、うん、で、バスケの感じで安全圏で一応人数少ないし、うん、じゃあめちゃくちゃ頭使うんですよ。まあ使うよね、バスケ体力をめちゃくちゃ使うんですよ。で、まあでもこう日に痩せていく自分もみたいなんかこう打ち込むことができたっていうことで、まあ、最初は熱中してたんですけど、うん、やっぱみんなはスラムダンクという教本を片手に挑んでるんですよね、うん、バスケ、うん、で、俺はダイエットで憧れてたもんね、スラムダンクに。で一応は左、うん、利き腕じゃない方でレイアップができたんですよね、うん、自主トレしてた、うん、小学校のグラウンドで、うん、あの時に何か僕はなんか達成感になっちゃって、うん、ああって思ってやめようってもういいやってこの技ができるから、うん、もうバスケやってたってなるから、うん、右なら誰でもできるけど左は意外とできないと達成なれば必要だから、うん、両方できるようになったからいいやってなっちゃったんですよ。でやめたってなってゲームとかに没頭するんですけど、うん、でも一応諦められないっていうか、うん、みんなのこと好きだから、うん、あのスタメンの足をただ揉むっていう残り2年半それマネージャーかな。マネージャーではない、みんなの動向を把握してる。だから自分が行って疲れてたら揉む。何それ、じゃあみんなもなんかありがとう。ちょっと時代なぜかね、時代だからあれだけど、今だったらっそっちがお好きな、あ、まあまあまあ、早、まあ、かったかもしれないですね、うん、ジェンダー的に、ね、まあ、作るのが、そうですね、あれですよ、だから、本当にそういう意味では、うん、そのスタメン の, そのキャプテンっていうか、それこそ水戸康史、あ、やってるね、それこそ見ちゃった、誰ね、うん、おっしゃらないけど、水戸、まあ、M 君っていうのがいて、あ、M さん、M さんね、まあうん、で、めちゃくちゃうまい。スラムダンクで言ったらルカワタイプなんですけど、うん、上内面は赤木みたいなところもあって、うん、面倒見がいいみたいな、かっこいい同い年がいて、うん、で彼がなぜか俺をちょっとこうなんだろうな、かまってくれるみたいな、うん、なぜかね。で一回も遊んだことないんですけど、うん、部活のフィールドかまってくれるから、うん、足揉むじゃないですか、うん、じゃあなんか独特のポジションになって、うん、幽霊だけど足は揉むマッサージ師みたいな。怖いよな、怖いかな。で、まあ怖い、まあいつまた足揉みに来たぞお前の足、M の足揉みに来たぞあいつなるよ。いや、M だけじゃないよ、M だよ、5人分は。でも M だけ期間長くね。 T もやってるし、あいつだけなんかすげえ長い時間揉まれるけど大丈夫か。 T もやったし、まんべんなくやってた、うん、でも、そう、それでまあ、その講師はバリバリに昭和の人で普通に蹴ったりする人なんですよ、僕は、うん、でそれもあって、あ、まあね、痛くなっとくのから痛くないんですよ、蹴りは、うん、びっくりするぐらい痛くない、うん、っていうのにびっくりしたくないで、うわっと思ってリアクション取った方がいいのかなぐらい、うん、で、まあ、でもそういうなんかあったかいっちゃあったかい人で、うん、嫌いではなくて、で、なんか最後の大会の時にまあのこのこ行って、うん、結
構いいとこまで行ったけど最後までちょっと恥ずかしい、うん、なんかどの目が涙してんだって思われてんだろうなって思いながらめっちゃ号泣する。いやそれ号泣する人だってみんなのマッサージしてる。そうなんですよ、2年半だから僕は専属マッサージ。俺のマッサージこの足いけって毎回思いながら。ラスト1分がラスト1分あそこ走りきれんかったのは俺のマッサージのためだったそしてそんな俺に頼ってたみんなのせいだと思っちゃう、うん、そうでしょ、もっと走り込めたと思っちゃう。玉ねぎ食って血液サラサラしないと、うん、お母さん血流がちょっとね、そう悪くなっちゃうから僕が言える前に早くその本立てまで口は出せないんで、うん、だからそう一枚泣いちゃって、うんうん、だから、ね、向いてなかったというかね、やってみたけど合わなかったっていうのは集団競技ですけど、だからそんな自分でも人となんかコミュニケーション取れるツールがベースなんですよ、楽器って。楽しい器と書いて楽器なんですよ。楽器はでもねすごいよね。俺楽器で、共通ですよ、やろうと思って諦めてるタイプだから、できなかったから。できなかったって、まあ終わってないですけどね、まだ。まあそうね、始まってないし、できなかったというか、うん、やりたくならないって言った方が正しいかな。ああ向いてないなっていう。そう、そうやれるとこまで頑張ろうっていう気にならない、楽器だけは。あ、楽器だけは。でも憧れはあるよ、あこの人いいな、アーティストさんいいなとか、バンドやってる人いいなこのギターの俺のじゃないですか。俺を、いや、弦張ってないからさ。あ、本当だ、弦張ってない。小道具です。小道具じゃん。やっぱこう、なんかね、俺音楽だけはね、やってみてダメだなって、ダメだけど再チャレンジしたいって毎日思ってる。毎日、どっか隙があれば、ね、うん、でも仕事もあるから仕事そっちのけでやりたいから、メモリを割ったらそこに、そうそうそう、やることいっぱいありますから、ね、だから DTM っていうのを知った時にまあすごい楽器を弾かなくても楽器のように音を出せる機会があるんだと思ってチャレンジしてみたら、まあまあ覚えること多いし、まあ、設定もそう難しくて、こなしたら楽器で、そうで俺の理想の音が出ないから、あの CD みたいじゃん、あの音出したいけど出ないぞ、なんでこの安っちい音はみたいな、うん、とかで普通だとそこから熱中して調べていくんだけど、うん、俺も挫折するというか、いや、うん、大変だな、やっぱ音楽って思ってやらなくなる。楽器じゃなくても結局大変だったなみたいな、うん、他のことだったらね割とやってって、なんかコツコツやっていくタイプだからさ、うん、いや、そっか、その直人さんですらあるそうで、音楽だけはやっぱりなんか興味を持てないんじゃないんだけど、うん、そのね、憧れ以上の興味にならないけど、まあでもそれ言ったら、まあ、簡単な話ですけど、うん、まあでも歌いたいんですよね、歌いたいっていうか歌いたいんだ自分の曲を、うん、歌いたい、楽器を弾きたい、うん、褒められたい、ね、ですよね、承認欲求を満たして、そうそう、かつこう人に元気を与えてると、うん、っていうことは60ぐらいで歌出すかもしれないね。それより早く叶えるんだったら、そうですね、あの僕のサポートしてるブルリっていうバンドがその携帯を取ってるので、あ確かにね、あのボーカルの社長さんが一人、ね、タッシーさんがメンバーを集めて、それがリッポーグリーンのメンバーとして、うん、作曲を依頼します。で歌詞は書きます。でこれで曲にしてくれっつってお金払って1曲を生み出します。あでそれもバンドで演奏してるんで、ちゃんとクオリティが高いんですよ。確かにそうだね。そうで、だからいいんですよ、あ全然全然、ね、まあ、もう3分ぐらいなんてさ、放送が、はいはい、告知をする、あそうだ、告知ね、時間の今日の告知は、はい、11日直近から言うと、はい、11日日曜日にブルガルっていうところで、うん、コネクションっていうバンドの、はい、初ライブっていうか自分が入った初ライブがありまして、宣言で4時ぐらいから行ってやるよ、はい、8時ぐらいに出るんで、今日初めて会ってきて合わせたんですけど、いい感じですけど、はい、で、6曲なんですよ、はい、僕ら今で今のペースで行ってる、大丈夫です、待ってます、11日だけで終わっちゃうけどあそれで合わせた結果、はい、あの持ち尺の時間が1時間なんで、うん、どうなるかっていう、6曲で1時間持たすの僕らっていう話になって、今日の練習は終わります。おで、これを楽しみにすると、17日がペピンズっていう本命バンドの普通にライブが、マリアマリボリバーっていうところであるのと、うん、その後が12月24日に僕個人で渋谷に行って、バスの中で演奏をします。すごい、何おもろおもろっていう、おもろと思ってる、うん、
まうっていう発想がいいな、おもろっていうね。まあその17ライブっていう僕の、ね、今配信してるんですけど、ね、うん、生配信してる、うん、基本タダで見れるアプリの中に来てるんですけど、うん、そこでの出会いなんですよ。あのコネクションのバンド結成も戦争さんという人とぶつかって、あで向こうは喧嘩する気満々で、まあ、VS フォローって大丈夫、終わり大丈夫ですね17と11と17と24 で、あと2期目が28で、そこね重要で言うけどね、まあ、28はこれって言えるんじゃないですか。あ、言ったからね失敗マン瀬川晃平さんという一人の弾き方の人がめちゃくちゃプロデューシーで、はい、僕あの当日見たら結構泣いちゃうなと思って11月30日に出会えるやつなんで、そこに連続でフォローしちゃった。当日もなんか見てるぐらい聞くぐらいの人と、そのあとはアビバシっていう中国の生徒だと後輩に当たるんですけど、今女の子が旦那さんと言ってくる人で、最近フォローしてるやつなんで、おーいいですね、弾き方ですね。だから1人2人と来て、それ3人組のバンドが出る。はいはい、3で切れて、さあ、ということで、一晩で40分なんで、今月28日ね、はい、イベントには私もフード担当で出させていただきますので、ぜひお越しください。はい、詳細はツイッターをご覧ください。はい、この番組はフィクションとなっております。はい、ありがとうございました。それではまた来週、さようなら。ラブスパイスのどこでもラジオ言ってんじゃん、終わるよってギリだよ。いや、そうですね、いや、そっか。